常に連覇できる戦力が整えつつあるかなと思ってます。ただですね、やっぱりあの連覇するっていうのは2年前すごく難しさも感じましたし、やっぱり追われる立場っていうのはやっぱり追うところがないので非常に難しいところもあるんですけど、まあ、そこをですね、部員14人スタッフたくさんいるんですけど、まあ、力でねじ伏せてですね、圧倒的な力で連覇を達成したいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。皆さんの応援っていうのはすごく感じていて、やっぱり走っている選手もやっぱり現地で応援していただけるとすごい力になるかなというふうに思いますので、今年は昨年よりもたくさんの方々が現地に応援に来ていただければ嬉しいなと思います。走っている時にやっぱ苦しくなった時などに社員の皆様の応援があると、そこをがすごい頑張れて力になっているというのをすごい感じたので、ぜひ今年は昨年以上に皆さんに現地に応援に来ていただいて、一緒にチームを高めて頑張りたいなと思っています。全員で戦いに行くというところが私にとってはとても力強く、そして優勝することがもしできたら皆さんと喜びを共有できるという素晴らしいものを得れることができるので、ぜひ皆さんと戦う前も、終わった後も喜びだったり、楽しさを、分かち合いたいなと思ってます。チームの目標である2連覇に貢献できるように頑張りたいと思っています。遠藤からたくさんの応援があったおかげで本当に中継地点まで諦めないで頑張って走ることができたので、今年も私たちに現地から声援を送ってください。2連覇目指せるチームっていうのはうちしかないです。そして多分一昨年2連覇がかかってそれが達成できなくて悔しい思いしたっていうのも多分感じてる選手こうたくさんいるんですけど、でも今年2連覇しても多分ただ2連覇するだけじゃ多分満足できないチームなので、しっかりそこを現地で観戦していただいて圧倒してこう勝つ脊髄っていうのを見せられるように選手それぞれ頑張りたいと思いますので、ぜひぜひ現地で応援していただけたらなというふうに思います。コロナの影響で現地の応援がない駅伝とあとある応援どっちも、経験させていただきました。やはり応援があるとですね、自分の持っている以上の力が発揮できるなというのを身をもって感じました。前と詰まったよとか後ろ迫ってきてるよ、前後ろ離れたよとかいろいろそういったものもお声かけいただけたら嬉しいなというふうに思っております。2連覇に向けてみんなで頑張っていきたいと思います。今年初めてこのチームで2連覇という目標に掲げて一緒に参戦できることをとても楽しみにしているのと、やっぱり名前だったりだとか会社の名前で行けとか詰まってるよとかポジティブな声をかけていただけるとすごく力と背中を押していただけるような気持ちになるので、そういう言葉をかけていただけたら本当に嬉しいです。たくさんの応援をいただけるとライバルチームにこう圧をかけられるというのもすごく駅伝の魅力でもあると思うので、なんかそういった意味で選手付き添い会社の皆様と一緒に戦える駅伝を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。現地で応援してくださるってことは背中を押していただけるし励みになります。なので今年は2連覇がかかっているので、皆さん大きな声で背中を押していただけるとありがたいです。全日本実業団の時に初めて自分の名前の入った横断幕を持って応援をしてくださって、なんかいつも以上の力を出し切ることができたので、今回の駅伝でも沿道でこう積水のグッズだったりこう青が見えるだけでもすごく頑張れるかなっていうふうに思うので、こう名前などを呼んで応援していただけたら嬉しいなっていうふうに思います。現地での迫力であったりとか選手の力強い走りっていうのにすごいなんか元気や勇気をもらったし、自分も頑張ろうって思いました。皆さんにもぜひ現地に来ていただいてその雰囲気だったりとかを味わってもらいたいですし、選手は応援されるのは嬉しいのはもちろんなので、選手と皆さんで相乗効果で
より強い積水でこの駅伝に挑めたらいいなと思っているので、ぜひ皆さん現地で応援来てくださると嬉しいです。やっぱりこのチーム全員で勝ち取ったものっていう喜びを全員で味わえるのは、やっぱり優勝したチームが一番感じられるものだなって思うので、現地に来てくださったら結果で見て知るよりもっと喜べると思うので、みんなで喜びたいなって思います。また、秋の仙台はすごい景色だったり紅葉もすごい綺麗ですし、何よりあの美味しい牛タンも食べられるので、ぜひ皆さん現地に来てくださると嬉しいです。走ってると他の会社の応援がすごくて、自分がアウェーに感じるというか、あのそういう時に積水の応援が聞こえるとすごい自分は嬉しくなって走ることが頑張れるなって思ったんですけど、ただ応援に来てくださいってよりかは、私たちの走りを見て感動してもらいたいしパワーをもらってほしいので、あのもちろん2連覇目指して皆さんあの選手全員一生懸命走るんですけど、その姿を見てあの感動や勇気をもらって帰っていってもらいたいなと思うので、ぜひ仙台まで来てくれると嬉しいです。現地に行った感動があったりとか、やっぱりトラック種目と違って見れるのは一瞬かもしれないんですけど、一番近い距離で見れると思いますし、優勝してその時の感動っていうのをやっぱ一人でも多くのあのチームっていうか社員さんの皆さんと共有できるとより嬉しい瞬間になるかなって思うので、ぜひ現地での応援よろしくお願いします。10年目になるんですけど、最初の頃は本当自分の区間に一箇所横断幕があるだけでもすごく嬉しくて、最近では本当にあの一区間に一箇所じゃなくて 2,3 箇所あったりして、本当にあのびっくりするっていうか、あまだいるまだいるって思いながら走ることができていて、本当にいつも力をもらっています。で、女子駅伝っていうのはあのフルマラソンと同じ距離で 42.195 キロあるんですけど、なんであの1キロずつ42箇所10人ぐらい行ってくれたら多分420人ぐらい行くんで、選手もっと頑張ると思うんで、ぜひあの現地まで来ていただけたらなと思います。今年もみんなで優勝しに行って、あと連覇っていう挑戦をおととしできなかったものを今年こそ達成したいと思いますので、応援よろしくお願いします。